これで撮ってますね。はい、どうも初めまして、第4代ディープフェザー級チャンピオンのジョビンです。この前マハさんが僕のガールズバーアンディーっていうお店があるんですけど、そこでディープの佐伯さんが一日店長やってくれてまして、その時にちょっとゲストで来ていただいて一緒に飲んだんですけど、ちょっと僕が体調子悪いって言ったらマハさんが直してくれるっていうので、はい、巣鴨に行きました。はい、よろしくお願いします。今日ははい、ありがとうございます。じゃあこれどっか悪いとこって具体的にどんなところなんですか。もう首と腰が若干調子悪いのと、はい、一番は最近ちょっと自律神経失調症で めまいするんですけど、なんか目の疲れとか、あー、なるほど、眼精疲労が一番強いかなっていうとこですかね。そうですね、はい、非常に得意な分野で治療できると思いますんで、はい、まあ、もう早速ここ治療院なんですけど、はい、もう院長スタンバってますんで、はい、じゃあぜひどうぞ。よろしくお願いします。はい、はいはい、どうも、うん、今日どうしたのまあまあいいえ、はい、うん、どうしたの、ちょ、はい、今日はどうしましたか。じゃ、首なんか、まあ、眼精疲労が一番僕、眼精疲労ね、はい、あ、多分首から来たりしてると思うんですけど、あ、なんかもう眩しい光が結構きついんですよね。ああ、そう、すごい調子悪い時とか、ずっとパソコンとか見てたら、うん、なんか暗くら来たりとか。ああ、はい、ね、今なんか YouTube もやってね、はい、その Twitter、TikTok もやってるっけ。TikTok やってないです。やめました、やつじゃない。あ、ほんと。まあ、いろいろね、そういう、あとゲーマーだったんで。そうですね、ゲームもやったりするから、目の疲れが。それはもうやめたほうがいいね。とは言いながら、分かってながら仕事だからね、やめられない。これはもう、経験は症候群って言って、今ね、世の中、今、皆さんがね、悩んでる症状とね、同じ。やめればいいんですよ。でもやめれないでしょ。そうですね、はい、仕事がなくなっちゃうから、はい、ね。マナさん、僕のことあんまり絶対分かってないですよね。そもそも名前なんだっけ。僕はジョビンで、ジョビンね、ジョビンね、松本だろ。はい、でもあんまり覚えてない絶対。そういう話も後でしっかりしたいなと思ってるけど、ね、はい、うん、まあ、今日はちょっと今はね、はい、治療ということでね、はい、でも相変わらずいい体してるね。僕はちょっとなんか筋トレやってんの。筋トレじゃないですけど、充実のトレーニングとかやってる。ああ、そうなんだ。逆にもう10年ぐらい運動はされてない。うまいもん食ってるからね。とか全然冗談だよ。ちょ、お前こっち見ろよ。いや、まあ、でも運動ガチの会話になってる。運動した方がいいと思うんですけど。運動するよ。で、意味だからあなたを治すのに、はい、だいぶエネルギー使うから、はい、気を、ね、入れなきゃいけないからね、はい、まず楽しみです。はい、ね、はい、じゃあそれでは治療開始しましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速治療開始ってことで、うん、はい、じゃあ今ね、体をちょっと見ますので、はい、でも相変わらずすごいね、いい体してて、はい、なんでこんないい体してるの。節制してるんでね。ちょっと筋肉見せてよ。はい、ほら筋肉見て、こうやって力こう、はい、ほら、あー、すごいですね、やっぱね。なんか現役できんじゃん。僕ウエイトトレーニングとか一切しないですよ。おー、マカさんやります。それ聞きたかったですよ。やる、結構やってました。うん、いや、本当は やりたい派なんだけど、はい、めんどくさくてやってる。あ、サプリメントとかめんどくさくてやってる。あ、そういう感じする。プラディーも飲むんですよ、昔の人。でも誰よりもマシンとかも、はい、筋トレマシンとかも持ってます。ベンチマックスいくらですか。相当150、いきなりやってすごい、なんか見たことありますね。いきなりやって150ってすごいです。やってないです、はい。まあ、そんな感じ、はい、で、すごい、いい感じ。え、これで首悪い、なんで首悪くしたの。なんか、それゲームのやりすぎです。マジで、なんかヘルニアみたいになって、めっちゃ骨が曲がったことあるんですよ。うん、そっからちょっと調子悪くて、やっぱちょっと巻き型系になってるね。あ、そうですかね。巻き型でね。うん、で、ちょっと骨盤見るよ。はい、うん、骨盤もちょっと、これがね、はい、もうちょっとずれてるんですけど、うん、ちょっと指1本分ぐらいね。なるほど、やっぱり骨盤の上にね、土台の、はい、あとちょっとね、反り腰っぽいね、少し。はい、反って。これは腰が結構痛みやすい。ちょっと腰が早く、多少腰痛みやすいね。痛みやすいね。はい、ね、ね、ちょっと見て、これ見て。ちょっとここが反ってる感じがしますね、少しね。はい。じゃあ、うつ伏せになってもらいましょうか。はい。はい、じゃあうつ伏せ。めちゃくちゃ頼りになるんですよ。これ引退してから学んだんですか。いや、現役でやりながらです。見てましたね。将来を見据えて。将来っていうか、でも結構みんなね、はい、俺の周りの人、競輪選手の人がみんな携帯ブームみたいになってて、はい、みんななんかやってたしね。引退してから普通やろうとするじゃないですか。遅いね、それが。あ、そうですか。いや、だってまだ俺引退してないから、ちなみに。あ、そうだ、まだやろうとしてんだから。その話も聞きたかったんですけど、これ会話できなさそうなんですけど、ここに僕顔を詰めた瞬間もうできなさそう。いやいや、まあ、いや、あとで。あとで。
でまず骨盤をもうちょっとよく見ると、はい、いいですか。ちょっと大脚強いね。あ、大脚かもしれない。ちょっとね、まあ、そ一個悩みがあって、はいはいはい、歩くときに左側、左足だけ外に行っちゃうんですよね。あ、こっちはね、骨盤が要するにね、はい、こっちこう傾いちゃってるから。あ、だからそれ、うん、見てるけど、右足は真ん中で見てるんですけど、ね、はい、うん、ちょっとカメラマンさん来て、カメラさんも来て、ちょっとほら、こっちは長く感じない？ほら、あ、そうですね、うん、滑車とかちょっとあるね、はい、ね、ほら、これストレート見て、うん、足が不揃いになってますね、うん、まっすぐ歩けないですよ、左が外に行っちゃって、うん、ほら、これ見て、こっちこっちで、ほら、かかと、こっちが、いや、若干高いね、見て、うん、ね、そうですね。こっちはね、要するに長くなっちゃってる。発症さ。これ揃えていけますよね。揃えるんですか。揃えますよ。ね。はい、でちょっと整体から。はい、まず骨格の歪みをね。はい。直します。で、こっち見て、俺の方見て。はい。怖いんですけど。大丈夫。はい。俺関節前の知ってるでしょ。はい、知ってます。ね、そう。はい、ちょっと待って。こうで、あ、もうちょっとこっち来て、うん、伸ばす、はい、テイクです。こっちがね、反っちゃってるからね、ちょっと曲げる方で、ね、ちょっとクロスしてね、ちゃんと息吐いて、なりました。ちょっとプロレスっぽいですけどね。じゃ反対。これいらない。ちょっと一回取るね。はい、うわっ。うわっ。ちょっとプロレスっぽいから。先生って言われて。いやいや、そう。ね。DDT プロレスもね、たまに。はい、ね、高木社長に言われて やってますよ。苦労して、息吸って吐いて、で吐いて、なりました。はい、はい、好き。今ありましたね。まず見て、はい、あれ、あ、すでに息が上がってる感じがするんですよ。あ、本当ですか。体調大丈夫ですか。あ、私の息が上がってる感じがするんですよ。私の、これトレーニング、トレーニングしないんですかっていうのが今ありますからね。今度首近いんだっけ。近い、はい、首太いね。なんでこんな太くなった。あ、そうですか、うん、鍛えてる人だね。週に1回しかやってるんですけどね。こっちの方がいいかな。そっち向いて。そっちの方が調子悪いとこね。悪いよね。やっぱこっち上の方がね。はい、そっちすいたいの。なったね。すげえ。はい。こっちもやっとく。こっちもちょっと入れてる。すげえ。全然痛くないっすね。うん、ないから。はい、全然痛くない。ないでしょ。怖かったけど。うん。どうでした？めっちゃ気持ちいいですね。うん。一回ね、よく引き上がってもらって、はい、手組んで。はい。後ろ。そうそうそう。で、ちょっと胸上げてくれる？胸、そう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 。で、これ胸上げて。これ硬そうだな。あ、ごめん。こうやってやってるね。よいしょ。硬いね、やっぱり。あ、そうですか。うん。
はい、OK。 じゃあ、岩尾先生。はい。このコラボってやったことあるんですか？いや、ないない。ないっすよね、見たことない。今ちょっと一回立ってみてもらっていい？はい。こっちどう？今こうやって動いた感じは。立ちやすい感じある。動いた感じ。はい。いやいや、なんか胸張ります。なんか姿勢が。そうでしょう。正しくなった感じがある。なんかね。はい。もう一回胸クロス。絶対。私もお母さんも疲れてるんですけど、気を切ってるから、それにしても気を切ってるから、息の上がり方が気を切ってるよ。試合まだしようとしてるんですよね、まだ、うんうん、できますよ、この感じで。できますかね。できるよ。めちゃくちゃありがたいんですけど、うん、僕はちょっと待ってね。はい、すごい、めっちゃ頼りになる。なんかえめっちゃ頼りになるっす。あるでしょ、はい、今気を切ってるからね。はい、これよく、ね、あ、はいはい、これ昔こういうのでよく乗ってるから、はい、やってなかった。あ、ありますあります。はい、やって、ね、はい、あれ思い出して、はい、こういうの一番ね、はい、あのエネルギー使うんだろ。はい、もう汗かいてきちゃったよ。すいません、もう、うん、あなたのね、はい、悪いその怪我とかね、はい、そう痛いところのあれを今吸い取って、はい、よくしようと頑張ってるからね。はい、ありがとうございます。息吸って、吐いて、吸って、吐いて、いい体してんな。そうですか。俺が言うのもなんだけどさ、筋肉硬くないですか？今ね、でもちょっとね、俺がさっきあの整体ちょっとかけたからだいぶ、あれ、ほぐれるんですか？うん、うん、やばくなってます。さらに今、ちょっと、これのところを取ってますから。はい。じゃあ、マッハさん、誰でも受けれるわけでもないんですね。いやいやいや、示してくれれば。あ、本当に一発だったら大丈夫。はい、大丈夫。あ、それ絶対来るんですか？はい、はい、じゃあ、お願いします。はい、はい。知らないだけですもんね。そう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 。うん、知らないだけだね。だから今の時代ってのは SNS ね、使ってね。はい、大丈夫。結構やっぱりあれだね、今、うん、冷えがあるね。あ、そうですか。うん、まあ、ご飯食べてないんだよね。え、でも冷え性と思う、そう思った。はい、手もやっぱ結構冷え性。はい、冷え性ですよ。足とか、はい、ね、指先とか。あ、でもやっぱり胸が開いてきたから。そうですか。うん、肩甲骨が取れるね。違うね。フィルバノンジやった時も、はい、整体勉強してたよ。なんでも練習に支障出なかったですか？出ますね。出ました。でも言い訳言ったらね、言い訳なんてだってみんな、ね、いくつも並べてんじゃん。まあ、そうですね。自分がやった決めた、それも含めて試合だよ。朝倉未来が今そのなんかいろんな事業を手出してるから結果出てないんじゃないかっていろんな人をマサト筆頭に言われてるんですけど、うん、でもな、
みんなメイウェザーになれるわけじゃねえからさ。そうですよね。みんなそれぞれの仕事とかいろんなもん抱えてやってますよね。人生があるじゃん、はい、だって若いうちしかできないじゃない。楽しそうですけどね、なんかそんな、大人になってゼロからいろんなこと学ぶのって。そう、ね、でも体にね、興味あるでしょうし、マッハさんも。そう、やっぱこういうの興味あるっすもんね、健康とか、体のこと好きなんで。健康嫌いじゃん。ちょっと興味あるっすね。ね、はい、せっかく体が生きてきたもんだから、はい、とりあえずは、はい、今度は壊そうから直そうもやります、ね、それ、なるほどなるほど。上に来るんで、はい、いいね。今度は足の引っ張りを引っ張るんで、これで押さえてくださいね、はい、息吸って、吐いて。すげえ。すごいっすね、この感じ。